はい。なんか質問ありますか？はい、じゃあ始めます。役職を選びください。選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は騎士です。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入り、7番のプレイヤーが発言します。あ、どこね。はい、占い師で3番三四郎、占い師で3番三四郎でした。まあ、役の指示とかは2周目のトップバッターの時に、まあ、盤面とか見てすればいいかなって思ってますけどね。はい。で、は2人になったら、まあ、釣り切りかなって思ってますけどね。よっぽど、なんだろう、釣り逃れみたいにして出てきて、やった人のがいた場合とか、発言精査で圧倒的に負けてたら、別に僕が決め打っても、村的には強いんじゃないのかなって思ってますけど、まあ、釣り切りが占い師、ね、僕が噛まれなければ、占い先に2つ落とせるから楽かなとは思ってますね。まあ、そんぐらい。話聞いていかないと分かんないかなって思ってますね。あ、なるべく占い精査はちゃんとしてほしいかなって思ってます。その方がいろいろ見やすいかなって思うんで、村のグレーの考察もしやすくなると思うんで、はい、頑張ります。8番のプレイヤーが発言します。ごめんなさい、今ちょっと電話来てて、7番さんの発言全然聞きませんでした。使用ないです。7番さんがなんか使用してたら、ごめん、騎馬さん教えて。そうだな。まあ、ってことで、7番さんの色捨て全くできませんでした。ごめんなさい。まあ、2番目とかになったら例の釣り切りでいいかなって思ってますぐらいですね。あと、ムラスラはやめてほしいかなって思ってます。うん、そんぐらいかな。あとは、なんだろう。ちゃんと理由付けはしっかりしてほしいかなって思ってますね。理由もないのに、なんとなく黒いとか、なんとなく白いっていうのは、俺はそれは違うと思ってるから。はい、そんぐらいです。以上です。9番のプレイヤーが発言します。まあ、しょうがないから8番さんのために教えてあげるよ。7番さんは占い師 CEO で3番にしろって言ったと思います。はい。ぐらいかな。まあ、その、なんだろう、電話来てて聞き漏らしたっていうのをわざとやってんだったらあざといなってぐらい。だから8番は2周目。まあ7番に関しては、あ、悪いけど率直に君は偽だ。率直に君は多分偽だろう。だから君は多分僕がすんごい邪魔になるだろうねって思ってます。はい。1番。のプレイヤーが発言します。うん。まあ、8番は理由が大事って言ったよね。じゃあ8番って9番の今の7番の信号がないって言ったので理由がないけど、これどう取るんだろうね。要は8、9って2周目だから。うん、8番はどう取るんだろうね。9番に関しては7番はなんで偽なのかなっていう理由がないから、俺もよくわかんないんだけど。まあ、とりあえず死んでいいんじゃない？ 1 人しか出てないから。うん、まあ、橋と池は特に2周目だよ。うん。別に、俺は、どちらが人外とも言ってないからね。村とも言ってないけど、グレイセサ聞いたからいいんじゃない？そっから判断すれば。とりあえず村を残して、狼を釣りたいですね。SG1 の村人を残して、白露世代です。そうですね。もう、白くなる発言を、発言が白くなる前のアーマーとかね。あと、スラ。炙り出し。役の炙り出し。もう意味ないっす。柱、やめましょう。2番のプレイヤーが発言します。はい、2番です。お願いします。占い師です。6番さんが白、6番さんが白と知っています。対抗の7に関しては、共同精査っていうのはまだ分かってないですね。
3番さんの発言には注目したいと思ってる。それが7、3で、ローローで囲ってるっていうのもあると思ってるから、かな。8、9、1に関してですが、8番さんに関しては、まあ、薄い進行率だなって感じで、完全に色落ちがないと思ってるかな。まあ、電話来たっていうことで、7の発言来てないっていうから、まあ、2周目ですね。9番さんに関しては、まあ、その7のなんか芯切れる要素っていうのを言ってもらいたかったかな。自分からしたら、9番さんそういうの、良いの言ってくれるのは嬉しいんだけれども、それはどうの思ったのかっていうのはみんな気になると思うから、それ言ってもらいたいと思っている。まあ、1番さんに関しては、スライドとか柱は意味がないよっていう発言なのかな。まあ、自分も意味がないと思ってますから。占いに、霊能に関しては、西条だったら釣り切ります。狩人に関しては、普通に出てきてもらいたい自分は思ってましたね。以上です。3番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。霊能者ね。霊能者、把握お願いします。まあ、8番さん2周目ね。9番さんはその7番さんにセリウを時間あるんだったら言ってほしかったかなと思ってます。だから、それを指摘した1番さんが真っ当に見える。7級の精査はついてない。じゃあ、なんだ。自分が強人じゃないですよ。あの、片代もらってて出る意味ないですよってことだけ言っときますかね。7、3、ローローで見るんだったら話は別ですよ。ぐらいかな。はい。あと、終わった後にね、喧嘩して、散々撒き散らして、で、抜けていくのは、本当ね、やめてほしいですね。はい、それだけ言っときますね。あと、村でもいらないとか、お前ポンコツバカとか、そういうね、汚い言葉はやめてください。うん、俺の投票、まあ、俺、取られちゃうかもしんない、噛まれちゃうかもしんないけど、投票いきます。4番のプレイヤーが発言します。はい、4番です。まあそうですね。現状、8番は、印象なし。聞いてないってことで。で、7はもう2周目かなって思ってます。結果と進行論みたいに言っただけなんで、まあおかしいと思ったら9番ですね。まあ、9番に関しては7の偽要素を何も分けずに偽レッスって、まあ雑殴り、まあ印象悪いですね。うん。強靭で占われて位置に入ってるのかなっていうのはありますね。まあそこはわかんないですけど。で、1番に関しても、そこにあんまり触れなかったんですよね。2周目ですねって。うん、でも、それおかしいと思うけどね、9のあの発言は。で、2番に関しても2周目で、3番に関してなんか自分が強靭が、まあそれはわかるけど、自分で言ったらねって思いました。でも全然人狼とかやってる可能性もあるんで、まあ2周目は固まり次第ですね。以上。5番のプレイヤーが発言します。はい、5番です。特に使用はないです。みんな9番に触れてるんだけども、なんか触れ方甘いなって思いましたけど、特に2番さん、まあみんななんだけどね、なんか2番さんの芯は切ってます。俺から見た視点って9番って7を理由もなく偽って言ってるってことは9番が潜伏占いで7の偽が分かっててそれを指摘してんじゃねっていうふうに捉えられたんだけど誰もそれ指摘しないんだと思った。で特に2番さんは、まあ、9が7を叩く太鼓を殴るのは嬉しいんだがって言うけども普通嬉しいか、いや理由があって太鼓を殴るんだったら嬉しいけど理由もないのに殴るって言ったら7級ローローでライン切りして、太鼓の芯占い師にすり寄ってるとか普通そういう風に見えるんじゃないかな。でもとか俺2の芯は切ってる。7も別にそんな芯味はないかな。潜伏とか全然いいんじゃないですか。9番さんがそれを匂わせるのかもしれないけど俺は潜伏は全然いいと思ってますけど、はい、グレア6番のプレイヤーが発言します。僕はね、9番さんが占い師じゃなかったら僕は9番さん今日行きますよ。俺は9番さん占い師なんじゃないのかなって思いましたけど、あそこで7番ニスだ、まあ君は僕が邪魔な存在になるだろうねってね。だからじゃないの理由も言わずして、じゃないと言えないと思うんだけど、そもそも、うん、だから9が占い師だったらまあ2か7はどっちか詰めようかなと思ってるけど、9がそうじゃなかったらまあ9かなと思ってますけどね。うん、まあまあとあるまあ伝説プレイヤーもいるんだけど、まあその人もよくやるんだよ。なんかね、あ、お前にすらーって言ってね、2周目ひょっこりはんみたいな感じでこう出てくる人いるんだけど、まあその匂いを感じたらね、まあ僕は9番さんあるんじゃないのかなと思ってますよ。ただこれ9番が出てこなかったら、じゃあ僕はね9番いきます。9番で占い出るんだったら、もう2か7詰めます、どっちか。
以上です。7番のプレイヤーが発言します。はいはい、まあ、村っぽいなって思ったのが、なんか村人っぽい考察してるなと思ったのが1番と5番で、6番は5番がああいう発言したからああやって言いやすくなったかなと思ったら、まだ分かんないかなって思ってますかね。8番は、まあ、2周目の話聞くけど、4番がなんか狼で潜伏してるんだったら4番みたいな考察するのかなって聞いてて思ったぐらいかな。だから、まあ、8釣り4占いとかが一番いいのかなって思ってるから、まあ、そこら辺に役職いたら出てくださいって感じで、9番に関しては僕は一生占わないんで、まあ、村がついてきゃ釣ればいいし、最終盤面に残って9番が村だったら、ね、9番自分で黒くなってるだけなんで、勝手に頑張ってくださいって感じで、そのまま9が黒だったら9は黒で、それも釣れれば勝てると思ってるから、それでいいんじゃないって思ってますけどね。8か4。8番のプレイヤーが発言します。T 番さんが7番さんを偽って思った理由については、しっかり言ってほしいかなって思ってますね。ただ別に俺 T 番から狼要素っていうのは拾えなくて、でもし7番が狼だった場合って7キロローローっていうのはあると思ってるけど、なんだろう、別に T 番さんが2周目しっかり理由を言えば、理由を聞いて納得がいけば、別に俺 T は、てか T ないと思うんだけど、なんかすげえ変なヘイトの集まり方してるけどね。もし7番が死んだった場合って T 番ってめちゃめちゃ7番から占い地に入ると思ってるから、あって強靭だと思ってる。だから4番って7キーバン強靭を消した精査がすげえいいなって思ったから、4番は白かなって思ってるかな。5番さんの2番新切りっていうのが分かんなくて、結果7番2番どっちかに芯がいるっていう状況だから、俺はまだ芯についてないよ正直。だから5番の2番新切りっていうのは2番5番にも見えるかなって思うかな。7番にすり寄ってる構図でね。だから今日は俺5番行きたいなって思ってるけど、1番は2周目かなって思ってるかな。1番色が見えない。9番はあんま釣りたくないなって思ってますね。9番と4番は釣りたくないなって思ってます。だから2周目の話聞いてたけど、1番か5番で今んとこ5番かなって思ってますね。はい、以上です。9番のプレイヤーが発言します。8番さんに言うけど、5番も9番も同じことしてんじゃないの、あなた目線。そうしたら5番は2番にね、この人芯切っていいでしょ、で7番にすり寄ってんでしょ。じゃああなた目線、9番が 7は芯がない、理由もなく芯がないって言って2番にすり寄ってるように見えない。でなんで9は釣り位置から外れるので、なんでその理由で5が釣り位置になるのかがわからない。はい、そして霊能出てないよね。うん、出てないよね。うん、そこも8番さん気になんなかったの、霊能出ないのみたいな感じで。僕、霊能じゃないからね。はい、占い師でもない。はい、あ、出てたっけ、あ、出てた。あ、ごめんね。俺の把握漏れだわ。ごめんごめん。出てたんだね。じゃあ、そこは撤回するわ、8番さん。うん、でも、理由に関しては僕は納得がいかなかった。はい、号泣ともに、芯がないって言ってることで、すり寄ってる風に8番さん目線は見える。と思うよ、僕はね。なのになんで9は釣り位置から外したのか。で釣り位置がなぜ5になったのかっていうのが気になりますかね。はい、うん、まあ5、6は僕に票が来ると、で7番さんは僕を占う気もないと言ってる。その発言で8番さんはどう見えるのでしょうか。はい、7級はない。そしたら7が強靭ん、あ、それもないのか。あ、これ以上喋ったらなんか盤面濁しちゃいそうだから、うん、とりあえずそこだけ言っておくわ。はい、1番のプレイヤーが発言します。うん、7番の言う通りかもしれないね。8言った方がいいかもね。進行論で理由を述べると言った。9番のその理由がなかったことにはまず気にならないのかなっていうのを点もあるし、うん、今9番が述べたように5番を釣り押すっていう特に理由はなかったような気がするんだけど、あったのかもしれないけど伝わらなかったんで、進行論と違っていたんで8番を、8番釣りでいいんじゃない。うん、7番の言う通りかもよ、これ。7番がもし死んだったら、8、4を行けば、かもな。だから5番が2番の死を切ってるんだよな。7にすり寄ってるかもしんないけど、7が死んだったら。でも、意外と8か4行けば終わるかもね。でもまあ8だね。
今の話を聞く限り。4も何かありそうだけどね。人外周は確かにするけど、8地点の釣り位置は確かに変な感じだなという違和感があった。ちゃんとした理由がないような感じがした。まだ9番の方の考察の方がしっくりきた。あ、俺は別に5番、6番と違って、9番は別に占い師じゃない視点で話してるんだから、別になんで釣り位置に上げてんだろうっていう、その占い師で出なかったらっていうのはちょっと、わけが分かんなかったけど、今の話を聞く限りは8、9だったら8だね。うん。うん、そう、今の現時点では。で、4、5の話を聞いてどうなるか。8、9だったら8。うん。そうですね。これは8いきます。以上です。2番のプレイヤーが発言します。はい。8か4かな、釣りたいのは。8番さんに限って、では言ってる精査ってのは全く分かんなかったですね。4番さんをまずなんか評価をしてた、8番さんと4番さん評価したけど、全然自分は4の評価って良くなかったですね。4番さんっていうのが9が言ってることも分かんないし、1番さんって9のことも全く触れてないっていう発言を、初週してたが、1番さんは9番さんに触れてたし、4の、なんだろう、4番さんって多分891全部に殴ってた気がするんだよね。平等をばらまいてる感じがした。占い師には触れてなかったと思うが、4に関しては人外臭がすると思っている。で、そこを8を、8番さんが4番さんを評価するっていうのも意味がわからないから、4、8に絶対人がいるんかなと思ってしまってるかな。だから、1番さんの視点の方が自分は白く見えてしまうんだな。8の、その、落としたいとかっていう理由は。急に9番さんに関して、まあ、9番、言わなくて。はい。狩人は潜伏でいいかなと思ってますかね。はい。そのぐらいかな。あと5番さんに関してちょっと気になるのが、9番さんって占い師じゃなかったけど、どういう考察するんかなって感じかな。はい。釣り位置は4か8ですね。5番さんに関しては9の精査っていうのをもう一回聞きたいかなと思ってましたね。はい、そうです。3番のプレイヤーが発言します。2番さんの9番さんに対する精査ってどうだった？ごめん、言ってたらごめん。俺、わかんなかったな。へぇ、両占い師が84って言ってんの？どうなのこれ。あの、岸さんに関しては、なんつうの、釣られない、噛まれない、乗っ取られない、この3条件を満たしてくれるんだったら潜伏でいいと思ってます。2日目に出てくれればいいかなと思ってますね。はい。84。両占い師が84。両占い師が84。どうなんだろうな。84。で、若干5番さんに目を向けると。まあそうだよね。2番さんは5番さんに叩かれたからね。これはしょうがないよね。9番さんに関して。結局9番さんに関しては、占い師精査はどうなったのかな。二次接種した理由っていうのは、まあなんか、そういうふうにして盤面を見たかったのかどうかっていうところですか？よくわからないっす。だからよくわかんないんだよね。じゃあ、ただ、まあ、9番さんが良かった点は、その8番さんへの指摘かな。と思っておりますよ。俺の中で最初はね、今のところ1番さんなんですよ。はい。重い。4番のプレイヤーが発言します。8とか最初やら、まずそもそも。あの712、まずに712が、なんか俺が人外臭がするとか言ってるけど、71に関しては理由の、1番に関しては理由をはっきり言えって他の人に言っとるにもかかわらず、俺の人外臭がするって理由はなかったで、2番が唯一言った理由か、俺が1周目に9番が一応悪くて、1番が全然触れてないっつったって、俺そんなこと一言も言ってないし、そもそも。1番の触れ方が少なすぎるっつっただけね。まあそこ捏造ね、2番。で、7番もなんか4、8理由なしであげてるんですよ。俺理由絶対言われてないから。でもその時点でも両占い師おかしいし、7に関してはもう4、8にしか触れてない。で、あとあの2っ
2目線って5に新切り進行されて1目切りなる15なのに4、8でいいんじゃないかっていうのもおかしいから。なんで5、8番ちょっと理由言ってたから、なんか9、1が理由言ってないって言ったけど、5が潜伏占いとかなんか急に言ってて、まずそもそもその下もおかしいが5、6、潜伏占いのやつはそんなこと言わないから潜伏を匂わすこと、潜伏バレたら潜伏じゃないから。で、あと2の新切り要素も意味がわかんなかった。全然要素になってない。で、あとなんかあったかない。ぐらいかなです。もう、1、9、5が俺おかしすぎて、でも2、7もどっちも新要素ないからもうこれわかんない。でも8は行かなくていい。号泣せいざでしょ、今日。号泣以外に行ったやつ人外だね。5、9、1。あ、まあ俺どっかに行くわ。以上。5番のプレイヤーが発言します。結論から言うと、俺は1にしか行かないですね。1、2、ローに見えてますね。まあ、8位は把握漏れしてるね。俺が2を新切り、新切りたいって言った理由は言ってる。まあ、4も昨日、さっき言ったけど、9が理由もなく7を殴ってる時点で、2が新占い師だったら7、9ローのライン切りを追わなきゃいけないので、それを追わないっていうところが2を新切れるって俺は言った。ね。で、まあ、ただ8はただそれ把握漏れで、8なりに考察はしてるんだろうなと思ってから、俺は印象は悪くない。で、9は結局初週でなんだっけ、7の新切りした理由を結局言わなかったから、俺の中では謎のまま。で、それを2に対して指摘されたけど、1も同じなんじゃないの。1も9の理由っていうのを言ってないのにも、1はそこに触れずに、なぜ2は俺にだけ印象を求めてきたんだろう。2目線、1にもそれ気になるんじゃないの。まあ、前半値だから言え、回答、言えなかったっていうことはあるかもしれないけど。1っていうのは初週から何も考察してないよ。9のまあ発言は良かったよね。8の方がまあ釣りたいんじゃないみたいな。で、後輩値どうなんですか？あなた目線4、5、6どうなんですか？ただただ8、9を比較したときに9の方が伸びてたから8の釣りやすい8に名を届けたようにしか見えない。全く1白くないから俺1行きます。うん、2が俺だけにして向けてきたのも謎だし。9は結局理由を言わなかったけども7新切り理由の。まあ、ただ、8に対する指摘自体は良かったから、まあ、考察は伸びるかなと。一番黒いのは1だから、俺1にしか行かない。4から殴られてるけど、俺は別に4を黒く見てないから。まあ理由は、まあいっか。行かないし、1行きます。狩りだったら出るしな。6番のプレイヤーが発言します。まあ僕は、最初の一瞬挙げた通り、まあキバさんがね、占いで出なかったんで、有言実行で、キバさん行きます。まあ、まあ、もしかしたらね、まあ、わかんないけど、まあ、7、9、ローローっていう線もね、あるかもしれない。相方だからこそ言えた線もある。いや、7、1の可能性もあるんだけど。でも、なんで7番は9をそこで押せなかったんだろうって思うんだけど。だって、絶対邪魔な存在でしかないと思うんだけど。9って。だって、次の日9来てた場合って、多分、ほぼあなたに来ると思いますけど。よほどの事情がない限りは。普通だとそこ潰しておきたいと思うんだけど、人外表になるから。でずらしてるからこそ、ちょっと7級にもまあ見えたなと思って、まあ1番って釣り位置を8の方に変えてきてるから、ないかなっていう気がする。まあ5番がなんか1行きたいって言ったけど、これ1ないような気がするんだよな。まあ、まあ俺それぐらいしかちょっと、9しかまだちょっと当てれてないけど、まあ、9かなと思ってるけどな。で、結局、話も聞いてなかったじゃん。例の気になるのって3番言ってたじゃん。3番も言ってたじゃん。これゲーム終わったら、先般探ししないでねって。だからそのお言葉を借りるけど、じゃあ9番村だったらごめんね。先に謝っておきます。9番村だったらすまん。全プレイヤーの発言が終了しました。その疑いには、どんな根拠があるのか。5番に票は取んねえだろうな。あ、俺釣られたら生きて出るけど。あ、俺我慢するよ。だって俺釣った村が悪いんだから。俺もう知ったことじゃないもん。俺釣った村が悪いんだから。うん。そりゃ、ヒロちゃんを釣りをしたらね、血祭りにあげられますよ。ざま。ざま。あっ。5番行きたかったんだよ、俺。本当に。5番、マジで行きたかったんだよ。でもさ、2人から入れられてるっていう。両占い師と4から。だって黒いんだもん。1番に行くなって言ってて、このヒロちゃんに行くなんてもう黒黒の、黒黒ですよ。どうしよっかな。どうしよっかな。
どうしよっかな。うん。ちょっと待ってね、考えるわ。いや、これはあれ、もう、騎士守るは、あ、じゃあ、3番守るは、髪の毛ならマジなんだよね。マジで。4白ね、4白。だから俺は4を黒く見てないって言ったのね。占い4白ね。いや、俺まさか釣られるとは思わんかったかさ、仮に今日俺以外の白が釣れたとしても、明日占い決めせ、どっちつっても人外だからさ、俺潜伏でいいじゃんと思ったんやけど、まさか俺が釣られると思う。いや、もうこういうプレイヤーもう消えてほしいわ、うん。こういうプレイヤー。まあ。消えてほしい。俺のミスだな、これは。4からなぜか黒く見られてたっていうのが敗因か。三六が。こういうプレイヤーはいいや。まあ、だから、騎士は、まだ生きてますと。で、占いは守んなくて、両方人外だからね。で、霊能守ってもいいけど、霊能守ったとこで俺白しか落ちないからね。新占い師で。両占い師から投票入れられてるから。だから、騎士は、適当にグレー守りか、いや、もう、あんたいらねえから、負けりゃいいじゃん。まあ、任せるわ。言うこと聞くわけねえだろ。3守りしかねえだろ。4白ね、4白。どこ守るとかあんだよ。お前、どこ守るとかあんだよ。人騎士の方は夜のアクションを守んねえ。3番は考えてほしい。俺を選ぶなんて悪い子だな。3番を見抜かれないようにしとくわ。7と2が両方とも5番に入れる。面白かったわ。ほんと、これ自己中心的なプレイヤーはマジでいらねえから。お守りしかあるわけねえだろ。君は自己中心的なプレイヤーが強靭化するともどうか。いなきゃならないってことわかんねえから。夜が明けました。どっちが髪抜かれたら髪抜かれたでいいから。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターン7番のプレイヤーが発言します。6番白に6番白。8番白って出してきたのね。はいはいはい。まあ、昨日ね、5番が1番にヘイト持ってったのが、ああ、5白だったんだ。じゃあ5番強靭で2番狼で、じゃあ2番狼だったらやっぱ48ってないのかなんだ。僕がさ、48ってあげて、その後に1番が48いいんじゃないって言っていて、2番も48って言ってたから、まあ2番が48っていうんだったら、じゃあ僕間違ってんのかなと思って、で、3番が、ああ、1番が白でいいんじゃないって言った後に5番がわざわざ1番、俺は1番で行きたいんだよねって言ってたからさ、何なのかなと思ったら、じゃあ5白だったら5番強靭で白いところの1番っていうのにヘイト向けてる今日アピールなのかなって、まあこの結果見たら思うかなっていう感じですかね。いや、5番の占い師はさ、あれ絶対信じないでしょ。だって5番って9番が占い出るんじゃないかっていう目線で言ってたから、5番が新占い師でその目線絶対出ないから5番強靭ってのはこれはわかるよね。それは絶対分かってもらいたいから、今日グレー詰め、まあ2番つってもらえたら2番でもいいんだけど、グレー詰めでも全然いいんですけどね。だから6が隠し色でしょ。まあ占いやらせてもらえばわかるかな。占い立たせてもらって、僕手を残って占い飛ばして、で、グレーから騎士が出てくれば勝ちじゃないのかな、これ。と思うんだけどね。はいはいはい。8番のプレイヤーが発言します。まず5番のシーンはちょっといいかなって思ってますね。同じヘイトが集まって、まあなんだろう、普通に出ればいいと思ってるから5番のシーンは切ってて、でまあ3番さんに基本的には任せるんだけど、5番のシーン切りで行くんだったらじゃあ俺グレー詰めでいいかなって思ってますね。はい、そこは任せます。だ昨日の5番の精査がいいなって思ってたから、俺は一番最低。一番さんって一番色が見えないから。で、5番って狼だった場合って、俺にめちゃめちゃ黒塗りしてくればいいだけの話だから、だから5番ってないのかなって思って1に変えたんだよね。で、4番、9番ってあって白人外かなって思ったから、4番、9番にはいかないで、消去法で一番さんでした。はい。ぐらいかな。現状2番が、2、1で落ちちゃってるかな。まあ、7、1。うん。ちょっと1番さんが一番色見えないから、ラスーラ1番さんじゃないかなって思ってるけど、ちょっとまだわかんないっす。はい。うん、7番さんって結局どこ行きたいんだろう、グレー。
なんか俺にチラッと触れてたけど、じゃあ俺占えばいいんじゃないって思うかな。俺はレンジョン2が偽だ、偽かなって思ってるけどね。48行くっつって結局48行かないで5に行ってるでしょ。で、占いもせずに。あ、俺占ったのか。はい。まあ、ちょっと話は聞きます。さんまさんにま、9番のプレイヤーが発言します。はい。まあ、2、7のどっちかでいいんじゃない ?5 の神経を兼ねて。2番さんは5が4しろって言ったのに、あ、違う、7番か。うん、違うな。7が3しろ、2が6しろか。あ、そうそう。あ、そうだね。じゃあ2番さんってさ、5番さんが占い師自称して4しろって言ったのに、なぜ8番を占ったんだろうって僕は思いましたけどね。5番が結果、白でした。じゃあ4番で囲えてるかもしれない。ね。まあ確かに5番の芯はないとは思うよ。どうしようかなっていう、あの発言って、騎士で出ようかな、占い師で出ようかなっていう、どうしようかなにも、まあ受け止められたから、まあみんなの言う通り、ほぼほぼ芯はないと思うけど、神経を兼ねて、今日はグレズリなんてないと思います。はい。だから2番さん、8番を占った理由だけ教えてください。で、8番さんにも聞きたかったことがあるんですけど、8番さんって昨日、釣り位置を5って言ったんだよ。9を外して5って、ね。2の芯を切ってるって。なのに、投票が何 ?1 って。それもなんか矛盾してんなと思うんだよね。まあ、発言聞いて5が白く見えたのかな。でも、占い師で出てきて、あれだったんだけどって思っちゃうんだよね。まあ、そんぐらいですね。1番のプレイヤーが発言します。うん。いや、5番の人外と思われる人と同じ考え持ってる8番って素晴らしいですね。いや、あなた地釣りレベルですよ。はい。今日は27ですよ。はい。何を考えてるんですか？グレーからって。いや、グレーから行くなら8一択ですよ。こんな発言してる人間はもういりませんから。はい。いや、あなた一択ですよ。グレーから行くなら。当然。27の精査ですよ。9番は人外かもしれないけど正しいですよ。あなたは村だとしても間違ってますよ、8番。プロセスは5の芯もあるんだから27ですよ。そもそももうこれはグレーから言ってる余裕なんかないですよ。万が一5芯だったら。まあでもね、もう知りませんよ、私は。もう6がね、1番釣らない。9番もね、27行きますっていう、そんな発言したら4番か8番でいいじゃないって最後はって気になってますよ、もう。正直なところ。何を言ってんだろうなと思ってる8番と、8番が1番。27の精査で2番返しかったら2番に行けばいいんじゃないんですかっていう話で。5番は一体何者だったんだろうね、本当に。あれは死んでやってるんだったら通報レベルだから通報したらいいんじゃない、もし死んだったら。さすがにもう、もうこのゲームしない方がいいよ、もし死んだったら。まあ、狂人だったらいいんだよ、別に。村を混乱させた。いいじゃないですか。何も通報レベルじゃないですよ。死んでやってるならもうやばいですよ。もう悪いけど、もう本当にやばいと思う。死んでやってるなら。自己中心的にも程があるっていう。みんなが気持ちは5番の死なんか置いたかねえって思われてることをあんたがしたんだから。試合が終わって死んだったら謝罪だよ、みんなに。当然だよ。以上。2番のプレイヤーが発言します。はい、8番さん白でした。9番さんに言われたけど、対抗の陣外が4白っていうのを、自分ってもう対抗が陣外って分かってるから、そんな、なんだろう、言ってるだけなんで、まあ村のみんなからしたら、じゃあ2番が4占った方がいいんじゃないかっていうけど、いや、怪しいうち占うでしょ。8番さんってだって5番喋りますね。はい。で、もう1番さん裏で置いていいと、もう自分はもう言っちゃうけど、9番さんだと思ってました。狩人だと思ってた。はい。っていう感じです。だから、4、8を占えば、7番の、
ごめん、5番さんが強靭確定したからあれだけど、7番の相方が見つかると思った。で、8白でしょ？はい、4、7じゃない？はい。それだけ、イージーです。はい。8番さんに言っとくと、グレー詰めなんてありえないから。はい。5番が出た時点で、5、7、2って占い出てんだから、ローラーすればいいじゃん。なんでグレー詰めんの？8番さんの、さん、村なんだろうけど、ロック、そういうロックは変なね、思考は解いた方がいいと思ってます。はい。今日7番さん行ってくださいね。はい。以上です。3番番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。何が一番いいのかなって考えたんだよね。例えば、もう5番さんのシーンは追ってないんで、今日はね。で、岸さんが自分守ってグッジョブ出てるんだったら、出てきてほしいし、自分守りじゃなくったら、もう一回グレーから行ってもいいのかなとは思ってるんだけど。その時はあんま岸さん出なくてもいいんだけどね。と思ってますよ。あ、そうか。一番さん騎士か。それでいいんだろ？出ない方が良かったと思うけど。自分守ってグッジョブってことだよね。じゃあもう、占い精査じゃないですか。2、7のランでいいんじゃないですか。3番が決め打ちみたいなもんだ、これもう。まあ、ロラでいいんだけど、決め打ちみたいなもんだ。グレー行ったらやばいんだ。で、思いのところに入れて。3番にしてもクリアにした方がいいだろ。別に俺が意地張る必要はないだろ。でよろしいでしょうか。2行って7行って殴りやったらいいじゃん。はい、あ、それしかないじゃん、もう。うん。一番さんやっぱ白かったんだね、騎士だから。って思っております。はい。俺の目に狂いはなかった。ということで、2、7のランでいいじゃん。いいよね。2、7のランでね。はい。お願いします。4番のプレイヤーが発言します。1狩りかよ。いや、2はもう死んじゃないでしょ。まず2目線でグレー詰め飲めないでっておかしいから。だって2って5が落ちてて、普通グレー詰め飲めるからで、そこで8に叩いてんでしょ。それはライン切りかわかんないけど、もう2、8か2、9でしょ。俺2、1だと思ってたけど、1は狩りなんでしょ。そもそも2番がもう占い師目線じゃないし、4、7で繋げてきた理由も全くないでしょ。まあ、正直2、7どっちも締めないけど、5は2セレジョン考えて出ないでしょ、まず死んだ段階で。死んだ段階ですいません。丸々白ですって普通すぐ出るでしょ。うん。でも今日は2釣りでしょ。2は100死んじゃないと思ってるから。で2と繋がり得る1。ああ、まあ2、7がね、5に行ってるからまあ、これはね、こうし。でも5がね、強靭でやるかっつったら、やらない可能性の方があるんだよ。だって、強靭で出た場合って、もう2になるどっちか、もうロラかけられる進行になった場合って、人狼を継ぐ進行だからね。まあ別にそれでもいいのか、5は。ああ、俺も5のシーンも追えないからさ。まだ7死んじゃない、普通に。まあ俺はもう2から行くよ。2がおかしいな、圧倒的に。占い師してんだ。2詰め以上。6番のプレイヤーが発言します。あ、すみません。誰か追加していただきありがとうございます。まあ僕のね、声が期待ということで。まあ、僕が最終的に今見えてる視点は、7番狼、8番狂人、9番狼じゃないのかなと思ったんだけど。別に3番、あ、じゃなくて2番がどこ裏なのか、それは勝手だと思うんですけどね。いや、でもあなたって最初7番ロックしてたでしょ？もう俺があなたの席座ってて絶対言いますけど、2番が出現したとかだったら、あんまその視点更新はまあ、あるかなとは思うんですけど、ないから、だと思うんですけど、いや色が見えないからって、っていう、その理論で釣るのはね、僕はどうかと思いますよ。色が見えないイコール黒ではないと思うんですよ。だからそこをなんかね、上げるのは腑に落ちないかなと思います。ただ、9の色が見たかったっすね。昨日、9が釣れて、まあまあ8でもいいんだけど。
でも8番強靭っぽいんだよ。なんかもう5で落ちたからグレー行こうとかなんか、無理だよ。5の強靭ってどうやって確かめんの ?8 番さん。あなたタイムマシンで遡って5番さんに聞けるんですか？無理だと思いますけど。だって 5, もう5番どうでもええねん。白だから。だからどうでもいいんだけど、もうドストレートに狼見つけたらいいだけの話やんけ。もう強靭なんかどうでもええねんって思ってますけど。もうこっからね、決め進行だと思ってます。はい。僕だったら7番さんとは昨日絶対9殺しですけどね、人外表示しかならないからね。あ、僕は7いきますよ。あ、間違えたらごめんね。はい、全プレイヤーの発言が終了しました。これはもう4村にかけて、その4村にかけて4村してんならもう答えは2は出てる。もう5で5が芯切れるなら全員が2なんだよな。4村にかけたら4してね、7守り。投票が終了しました。絶対7守り。追放されるプレイヤーは 2番の遺言を発表してください。あれほどやってたのに。ああ、4713、9番さんが6が97ってとこだと思うんだよな。28か97かな。47、まあうん、47ロースね。はい、9番さんのローメもないと思ってます、これで。はい、あの、明日7番さん釣ってくださいね、絶対。9番は6か。あともう言うことある、まあ、47番ないでしょ。47。はい。5番さんって、村視点、芯を追うかもしんないけど、あんな芯いないでしょ。みんな切ってんでしょ。じゃあ5番さん、強靭。はい。7人に狼がいます。自視点は、はい、結局自視点、2番視点ね。7番さん、狼が確定してます。8番さんと6番さんの白が見えてます。914、はい、3番さんが霊能、7視点の答えが出ないから、7視点の答え出させるために自分は狩りだと思ったんだ。8か9か分かんないけど、8か9か4の色付けが、はい、1番さん狩りだったのが、そう、だから占い1点だったらもうある意味できてるようなもんだから、結局その4級視点はある意味できてるが、9番は、4級視点はできてる。9番の精査どうしたのって言ったら、ちょっと濁したのは、仮定すれば9番が狩りだと思ったから言わなかった。6、8視点があれだけど、6視点が一番困るけど、だから自分の視点って結構もう5番があえて出た時点でクリアになってるから、4番占えばもう陣外見つかるかなと。8クロしか多分ないと思うけど、9番さんは狩りではなかった。あとは村が7釣って殴り合ったらいいんじゃね。ただ今日の投票で9番さんで6番さん入れてんでしょ。7球がつながってんだったら2番に入れればいいじゃん普通に。はい、だから4なんじゃない。ムカついて入れたんじゃない。7釣ってまあ残った人でまあグレーセターと頑張ってください。ローだったらさ、4が終わると思ってます。7か2に入れればいいんだよなっていうので、多分2番がそれを指摘してるから2番の方が新っぽいけど、ただ俺は7の答えを出す。そう簡単に結論を急ぐな。とりあえず2視点の答えはおぼろげながら4か9にローがいるなんだろ。4番か9にローがいるってのが、7視点って4、8、9って広いから、答えは一応7視点の答えも出させた方がいいだろ。あとは5が死んだったらまあもう知らねえでいいから、2位だな。どっちかの用がいるっていうんだけど、どっちかの死にもかけて、まあ難しいけど、昨夜は1名の方が亡くなりました。4番のプレイヤーが発言します。まあね、あなら、まあ7人労働がない限り9が核人外ね。じゃあ9は格老。まあ、9の6投票もおかしいし、2番がなんか、だから、おかしいんだって、その8を占ってのは、なんか4、8、4どっちか占ってどっちか陣外取れるんでって、だから黒要素何も上げてないし、おかしいのよね、そもそもが。どうしたもんかな。まあ、6、8、白角はでかいんじゃないの、普通に。どうしましょうか。まあ、多分7、芯だと思ってるけど、まあ、2は偽でしょ、やっぱり。だから。グレー詰めて、すごい場面すっきりすると思うんだけどね、改めて。4番は5の芯切ってるから。だから、9角黒になってる、4して。どうしましょうか。 2が死んでも4視点は9黒。まあでも7死んだった場合って別に俺釣って9釣って終わり。あと6番がでもトンチンカンなこと言ってたから、7、8、9がなんか7、9ロール、8強陣とか意味不明なこと言ってたから、
だからこれ27ロード6強とかも全然ある場面だよ。だって6はあれおかしいでしょ。まあだから今日7から行って、で続いたら4球精査でいいんじゃない。だから今日7から行きます。6番のプレイヤーが発言します。まあ7で残ったからいいんじゃない。7残して知らね、知りません。もう7と1の意見を尊重して俺やってたゲームそれだけですね。まあよくわかんなかったけど。まあいいじゃん。もう任せるよ。それはもう、俺はもう任せますけど。まあ8番隠しろということでね。まあいいんじゃないですか。まあ9番が強靭っぽい動きしてきたな。まあなんか俺に入れてきてるからね。いや、占い師入ろうとしたのかな、この人は。じゃあ、そういうムーブして。よくわかんないけど。まあ、7と1の意見でね、そこで、まあ、俺投票先はもう合わせますよ。トンチンガンとか言われたな。別に俺しても全然あったんだけど。7、9、ロール、8、強靭。まあ、でも、もう2番がね、もう破れたんで、もうこれは7の決め打ちしないといけんですね。これはもう、ということです。あ、もう7と1の、話聞いて、そこ投票やるんで、はい、言ってください。もう合わせるんでね。はい、もう流れるままにも僕はやりますよ。はっきり言って。それぐらいしかちょっと言うことないかなと思って。まあ、いいんじゃないですか。はい。じゃあ、どうぞ7番さん。はい。7番のプレイヤーが発言します。はい。じゃあ、今日は9番さん行きましょうかね、9番さん。僕もね、9番が騎士かなと思って、あえて9番が最後まで残ったら頑張れよって言って、9番を噛まれないようにしようかなと思って。なんか9番濁したんでね、9番騎士かなと思って、まあ、1番が騎士だったんだね。1級だったら1番の方がちょっと黒いかなって思ってたけど、まあ、1番騎士でよかったかなって思ってます。9番いきましょう。24じゃないでしょ。8番のプレイヤーが発言します。6番さん多分村だと思うから、なんだろう、変な考察しないでほしいかな。7級ロール8強陣だったら2号って何なのってなっちゃうから、だからそこはちゃんとやってほしいかな。で、俺、普通に7級を追ってるから普通に7行きたいんだけど。ただ、7番が9番行きたいっていうのがちょっとわかんないから、74ってあんのかなって、ちょっと思ってるかな。うん。普通に7行きたいかなって思ってるけど。はい、1番さんすんませんでした。にちょっちゃって。でも俺、昨日の2番の発言と、2番の発言と他の発言聞いて、2番の相方位置がいないんだよね。9番も2番行きたいって言ってるでしょう。で、1番騎士でしょう。で、4番も2番行きたいって言ってるから、2番を狼塾で追った場合って、2番の相方がいないから、7かなってなったんだけど。それで俺は昨日7投票しました。これどういう進行を取ったらいいの?5 番で標準をしてると思ってるから俺は7行きたいかなと思ってるけど。かな。はい、以上です。9番のプレイヤーが発言します。はい、多分6、7ローでしょう。6、7ローの2強だと思う。僕は5のシーンを追うからね、ここに来て、7番は4番の色も分からず、はい、9番行く、僕が強靭に見えたのでしょうか。で、僕が6番に投票したのは7、9ローの8強、じゃあ人外 何人いるのよって発言で僕は投票したから、それだけ。あと1番さん任せます。1番のプレイヤーが発言します。まあ俺は騎士として今日は7番に行って、あと殴り合って、まあ狼見つけられたら 25% か、見つけられたら勝ち、 75% で外したらしゃあない、まあ、悔いなくやった方がいいでしょ。ここで27の芯にかけて4球っていうのを行くよりは5の芯もまあわずかにあるし、まあ村視点7行ってあと殴り合ってください。はい、もうそれしかないんじゃないですか。それとも村がもう7の芯決めて9、4ロラルってんだったら止めはしないけど、まあ、
殴り合って結論出して、まあ悔いなく外したらまあしゃあない。ここまでゲームしたから大事にゲームしたらいいんじゃないですか。大事にゲームして、まあ4日目で悩んで、ミスをしても別にまあ悔いなく、7行って、7行かないで負けたら悔いが残ると思うんで、村メンバー、多くの村メンバーが、俺は勝手にね、9番行きましょうとか4番行きましょう、6番行きましょう、8番行きましょうとは言えないんで、まあ、とりあえず、明日ね、結論、まあ、いい結論が出ればいいけど、まあ、悔いなくやってください。負けても勝っても。うん、まあ、悔いなく。うん。まあ、自分が黒いと思ったところに行って、負けたらしゃあないんじゃない？そもそも5番が死んだったらもう、反省レベルだしね。まあ、なら行きましょう。二陣外目釣りましょう。で、最後のラストウルフをできれば見つけてほしいなと思ってます。なら行きましょう。二陣外目まず釣りましょう。で、最後のラストウルフを村三人が見つけてください。以上です。はい。その疑いには、若者よ、そう簡単に結論を急ぐな。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは7番の遺言を発表してください。いや今更さ、今更あの5の芯が見えるとか言われて9番がなんで今日9番に行けないのって思うしけどね、今更あれがあれで芯だってさ、9番って5番が9番あなた占い師じゃないのって言ってんだよ。5番って絶対ないでしょ。2番と7番が出てて、5番がそこで9番の芯が、あ、占い師があるんじゃないのって言ってて、じゃあ9番目線なんでそれで5が芯になるわけ？で、6、7に見えるってめちゃくちゃ変な考察してると思うけどね。で、僕がなんか人外だったらじゃあ、ほぼほぼ5が芯が切れて、6と8になんで隠しろ作ってんですかっていう話なんですけど。いやー、本当になんか、なんで釣られてんだろうって思うんですけどね。だから9番のいきなり7ぶったで行ったのが結局狼っぽく見えない狼だったんでしょう。夜が更けました。人狼騎士の方は夜のアクションを行ってください。え、私が悪人ですって？もう怒りますよ。その疑いにはどんな根拠が？夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。4番のプレイヤーが発言します。いや、むずいなこれ。あの5の芯切れてて俺は6、8、白角っつったけど、6おかしいんだよね。それ俺白角っつっちゃったけど、白角じゃないけど、2、7が偽だった場合って、5が芯だった場合って6、8って偽で、あの白角じゃないの。6はおかしいよ、言ってること。で、まあ、9も、9の6投票。ああ、まあ、そういうことね。でも、その場合って、だって5の芯を追ってるってことだから、その6に行くのもおかしいんだよ。それだったら2、7詰めてからでいいんだよ。だから9のあの前の、1日前じゃなくて2日前の6投票もおかしい。で、8番2の相方が見当たらないか。〇〇が投票したからとか、そういうのはもうなしにした方がいい。三仕様だったら普通にライン切れるから。ライン切って投票できるから、どうせ釣り切り盤面が起きるから。いや、これむずいな。でも5の芯を。5の芯がもうなかったらもう9行きで終わりなんだけど、でも9もあそこで6行くつったんだよ。7、9ローも別にあるんだよ。だから8番さ、ダメだよ。7が9行くつったからそれはないとか、そういう考えはダメだと思って。俺、8はもう初週から白いっつってるから、言ってることおかしくないだな。だから9、6だね。わからんな。いや、でも、6ただのトンチンカンなだけで分かってない感じもあったから。まあ、俺、9か6か発言聞いて、
ぐらいかな。まあ以上。6番のプレイヤーが発言します。え、何これ、占い3仕様だったの？2と5と7でそれ出てたの？それって、いやごめん、俺よくそこわからんかったけど、え、5番って占いで出たっけ？あ、出た？え、それだったら俺3勝だったら、まあ普通どっか詰めたんだけど、別に9行かなかったんだけど。え、5番って占いかなんか出た？あ、ごめん、俺そこよくわかってないわ。うん。6-7ロロとかなんか見てんの？だったら俺なんでその時点で6-7に入れるのって思うんだけど。2-7の決戦時にって思うんだけど。そもそも。はい、いや、9打ち良かったと思うけど。もうそこまでやったんだったらと思って。わかんない。ちょっと8番教えて、これ。5番って出てたの？占いかよくわからんけど。うん。よくわからんわ。いや、なんか5が死んだなんとかって言うけど、なんの話してんだろうとかって思ったんだけど。で、まあ、7の昨日の遺言からも別に人格とかはなかったからな、やっぱり。なんでここで本当に来てんのっていう話してるから。で、8に城作ってるでしょ。人格だったら8に来るって方が絶対いいと思うんだけど。しかないと思ってんだけど、まあよくわからんわ。え、8番ちょっと教えて、5番占いでこの人出てたの？全然わからんかったわ。8番のプレイヤーが発言します。5番さんは初日の遺言で占い使用したんだよね。遺言で占いでした。4白ですって。だから、まあ、結果的に3使用にはなったんだけど、ただ、俺は5番の芯を切ってるから、だから、2番か7番どっちかに芯がいて、俺は2番が芯だと思って、だから6番さんバグってんなって、って思ったんだよね。うん。だからそうなると4番か9番なんだから2番の芯を切るんだったら4番か9、あ、ごめん、5番の芯を切るんだったら、4、9どっちかなんだけど、4はね、俺もう無理だわ。4がラスルだったら、もうずっと評価集されてるからね。で、別に4番黒くないし、もう初日からだってそうだし、4番って狼だったら別にヘイトずらして、なんか5番とかって行く必要ないし、まあみんな俺が8、みんなが俺に行きたいって言ってる中で4番連れ乗っかればいいだけだから別に4は白弾きできて、で、まあ2、7どっちかに芯がいると思っているから6白でしょってなるとやっぱ消去法で9なんだよね。だこれで4だったら9番さんめちゃめちゃ頑張ってほしいと思ってるかな。ぐらいかな。うん。5のシーンはないと思ってます。9番のプレイヤーが発言します。じゃあ8番さんは発言精査ではなく消去法でこのゲームをやってるということですね。じゃあどうぞ9番に投票してください。9番もちゃんとゲームしろよ。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは 9番の遺言を発表してください。はい、消去法のゲーム楽しかったですか？お疲れ様でした。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。ゲーム終了。人狼陣営の勝利です。
5番さん出ないと無理っすね。悪いけど、ちょっとわかんないよこれ。はあ、もうふざけんなマジ5番お前。わかりません、わかりません、わかりません。もう8番を多分隠し色にすれば勝てるから。だから変なことすると村勝てないんだって。あなた普通に5番さん、あなた